ペピーノあるいはペッピーノは、ナス目ナスカナス属の多年生の植物。果実は、多重で甘く芳香があり、生でスライスして、食用とする。原産地は、南アメリカで、古代からアンデス山脈一帯の地域で栽培されている。シリアニュージーランドで、品種改良が行われた。原産地エクアドルの公用語である、スペイン語では、ペピーノのことを、ペピーノドゥルセと言い、ペピーノは、 キュウリ、ドゥルセは、甘いという意味である。また、英語では、メロンペア、ペアーメロン、メランシャラブ、スイート、キューカンバーとも呼ばれる。いずれも、ペピーノの味や香りが、キュウリやメロン、梨に似ていることから名付けられた。草子は、創生が主であり、茎は木化し、召喚木となる。葉は楕円型で誤生する。花は、棒状二重毛程度をつけ。 そのうち1から3が欠実する。果実は、消化で、色は、クリーム色で、紫色の縦島が入る品種が多い。品種にもよるが、紫の島が増えほぼ紫一色になった頃が、食べ頃である。種子の発芽率が悪いことや、品種が固定されておらず、種子繁殖による広大は、形質が多様化することから、差式で増殖する。生育適温は、 アンデスの高知のような日中20摂氏25度、夜間8摂氏15度で、摂氏30度以上の高温には弱く特に真夏の直射日光が当たると早気を起こすことがあるので、遮光などが必要。低温には比較的強く、気温が冷下にならなければ越冬できるが、霜には弱い。多年生の植物ではあるが、霜や病害中に弱いため、 栽培場では一年生作物として栽培される。温室で栽培されることも多い。温室管理や室内管理で越冬させた場合は、他のナス科の作物同様、連作障害の問題がつきまとうのでと上昇毒や、コンパニオンプランツの導入などの対策が必要となってくる。周期頃に挿し木苗を作り、これを越冬管理することで株の更新による 連作障害防除及び親株が枯れてしまった際の保険とすることも可能なことから挿し木による繁殖が最も無難である。未生の場合は春巻きとなるが発芽率が低めな上上記の通り親株と異なる形質のものになるなどの問題が付きまとう。草花の苗などに比べ肥料を多めに干す。特に実を収穫するのが 主な目的なので加賀がつき始める時期のリン酸肥料が重要となる。ペピーノは脇芽が出やすい植物で放っておくとほぼ全ての節から脇芽が伸びてくるが、これを放置しておくと鼻付き、見つきが悪くなるので通常は3本仕立てもしくは品種によっては1本仕立てにする。過失を嫌うので水の与えすぎには注意を要する。日本の場合、梅雨期があるので、 特にこの時期は気をつけた方が良い。葉が若干水枯れし始めてきたら株元に水を少しだけ入れるくらいでも良い。また、実が出来始めてからはこうした方がより糖度の高い果実を得られる。乾燥気味に管理していたところに降雨などで多くの水が入ると株が一気に大量の水を吸い上げてしまい、これが原因で実が割れることもある。比較的深めに根を張る植物なので、 鉢植えの際は、深鉢を使用し水はけを重視し、鉢底石の量や、用土の種類などを調整すると良い。数々の品種が、これまでに出ているが、日本国内では2021年現在は主に、ロイヤルカスタードという品種がメインであり、これ以外の品種の流通は稀であり、入手困難となっている。ロイヤルカスタード生食や、サラダなどに向く。 鉢植えでもよく結実し栽培しやすい。2021年現在、国内のメインの品種。果実の成熟度が見た目にわかりやすく、果実に濃い紫色の島が入ったら収穫すると良い。収穫後は、なるべく早めに食す。火を置くと島模様が薄くなってくるがこうなると、えぐみが出て、美味しくなくなる。アップリン耳ミミ生殖や干渉用。果実のヘタの部分がへこみ、 先端部分が尖るためハート型に見える。このため、干渉価値も高い。リンゴのような香りの果実で、これが品種名の由来となっている。中性種。モンドーダンスフルーツというよりは、野菜という面が強い品種。炒め物や漬物などに適した品種であり、漬物にする場合は、未熟化を使うと良い。他品種に比べ、やや縦長の形状の果実が特徴的である。 ロイヤル生食のほか、ジャムにも適した品種、創生種。フィリーアルジに干渉用とされる品種。ハローイブニング生食やスイーツに向く。オレンジ色の果肉の品種、万生種。エルカミーの果実の先端が尖り、紫色の縞模様が目立つ果実をつける。ニュージーランドの普及種の一つ、創生種。ミスキ糖度が高く、豊か酸性。 ニュージーランドの普及種の一つ、創生種。ゴールドナンバーワン生殖から炒め物など幅広く使える万能種。糖度も高く豊か酸性であり、育てやすい創生種。ゴールドボーイゴールドナンバーワンの改良種。糖度がさらに高くよりフルーティーな食感。万生種。熱帯植物養卵熱帯植物研究会、養犬堂、1996年。 第4版、455ページ。ISBN4 から92万4395から 03X。